クリスティーズの競売場、2010年10月。エドウィン・ロング・バビロンの花嫁史上、1875年の有才が、ヘロドトスが歴史第1巻196節で絶賛したイリュリアはエネティの民の風習であるという花嫁のセリーチをイギリス人画家が想像力豊かに描いたもの。花嫁のセリーチとは年に一度、 全村の結婚可能年齢に達した娘が一堂に集められ高い血納金と競り上げた差額を支払える経済力のある男性たちが買い取って結婚するための花嫁候補として競りにかけられるというもので最も高い評価を得た娘から順にその競りで生じた差額分は最も低評価を受けた娘から優先的に持参金に割り当てられ あぶれてしまった男性や貧しい男性との縁組みに役立てられる。また、競りにかけられるとはいえ、娘の同意なくして成婚はあり得ず、結納金を返して解約し、他の男性と結婚することもある。競売あるいは競り、オークションとは、販売目的で何らかの場に出された物品を、最も良い購入条件を提示した買い手に、売却するために、各々の,の,の買い手が提示できる。 購入条件を競わせることである。競売は、一般には、競売と読まれるが、法律用語としては、競売と読まれるのが通常である。一般的には物品に支払われる対価を、購入希望者間で競うという形で行われるが、それ以外にも様々な条件が、売り手側から提示される場合もあり、条件競売という形態では、提示された条件を満たすことで売り買いが成立する。 対価を競う場合では、入札する買い手側が価格を釣り上げながら、最終的に最も高い価格を提示した買い手に販売される販売方式である。この場合、買い手が満足さえすれば、実質的に商品価格は青天井なので、ややマナー違反ではあるが、いきなり最初から非常識な買い値を提示して落札することも可能である。これは極めて古くから、 ある小取引方法であるため、特に売り手と買い手の都合で価格が変動するものや、貴重な物品の販売形態として広く普及しており、またおののの関連業界の歴史も古い。戦前の日本の魚市場における競り従来から、次のようなものが、競売方式で取引が行われている。これらでは、通信技術の発達に伴い、実際のオークションへの入札に際しては、郵便、 電子メールによる参加や代理人を立てて電話、ファックス等によって指示するような場合も見られる。シングルオークションとは売り手、または買い手の一方のみが価格を提示するオークションであり、美術品や生鮮食品の市場取引などに用いられる。ある過程の下で、下記の4つのオークションは、どれを用いても売り手の収益は等しいことが証明されている。 公開入札方式築地市場のマグロの競りは公開入札方式の一例である。公開の場所で行われる競り売りであり、入札者は相互に定時価格を知ることができる。封印入札方式入札者が相互に定時価格を知ることができない競売である。裁判所の不動産競売は通常この方式で行われる。封印入札方式の代表例として第一、 価格入札と第二価格入札がある。後者は、考案したアメリカの経済学者、ウィリアム・ビッグリーの名前からビッグリーオークションとも呼ばれる。ダブルオークションとは、売り手と買い手の双方が価格を提示するオークションであり、同種同質のものを多数取引する場合に適するため、証券市場などで用いられる。リバースオークションとは、売り手を決めるオークションであり、 政府や地方公共団体の調達や工事などで採用される競争入札が代表例である。買い手を決めるオークションとは逆に、例えば、第一価格式では最も安い金額を入札した人が、自らの入札額で落札することになる。http://www.perseus.tafts.edu スラッシュホッパースラッシュテキストドックイコールペルセウス テキスト、1999.01、0126、ブックイコール1、チャプターイコール95、ハーダタス、ザヒストリーズ・ AD ー・ゴッドレイ、エド、ペルセウス、デジタル・ライブラリー、タフ・ツ・ユニバーシティ、2018年5月8日、閲覧。出展は、左列のテーブルオブ・コンテンツ欄のブック1のキャプター196、 勝者の呪いとは MBA 用語集2016年5月28日閲覧ありがとうございます。